千葉貨物ターミナル駅は、かつて、千葉県千葉市三浜区振興にあった日本貨物鉄道、京葉臨海鉄道の貨物駅である。廃止後、駅業務は、京葉臨海鉄道の千葉貨物駅に集約された。当駅建設に際し、誘致も行われ、周辺には、大和運輸、日本通運、佐川急便などのほか、大小様々な運送会社が存在した。2階建ての駅舎を持つ、 地上駅であった。本線が高架線となる地点の東側に仕分け線があり、そこから貨物ホームへの路線が分岐していた。貨物ホームはコンテナホームが一面二線、上屋付けの貨物ホームが一面二線存在した。千葉港駅方のみならず、東京方向への貨物列車の発着も可能な構造として、校内施設が建設されていたが、 当駅異性の貨物列車運行が行われなかったこともあり、これらの施設が活かされることはなかった。京葉臨海鉄道管轄の線路は JR 貨物の仕分け線の南側に付設されていた。食品北線、食品南線共用であり、JR 貨物との貨車受樹線2線、発送線1線、到着線1線、仕分け線2線が存在した。 新興信号所の退避線下にある千葉貨物ターミナル時代の分岐線跡貨物ホームがあった場所は日本の倉庫やショッピングセンター、三浜ニューポートリゾート、操車場があった場所はミスターマックスや千葉シティバス本社、新興車庫などとなっている。駅の建物は撤去されたが廃止後に本線跡地に下り貨物列車退避を目的とした新興信号場が開設された。 また、分岐点付近にレールやその他施設が残っている。ありがとうございます。